今日のお題は花ニラだよ。花ニラ、名前的にはニラの仲間っぽい感じがするね。一体どういうものなの？それじゃあ説明していくね。花ニラはヒガンバナ科ネギアカ花ニラ属の多年草だよ。原産はアルゼンチンだね。大きく分けて観賞用と食用の2つがあって、大きな違いとしては観賞用は白焼きピンクなどの様々な色の一つの花を咲かせるのに対して、食用は白色のたくさんの花を咲かせるんだ。花の色と数で判断ができるんだね。食べるときはどんな香りや味がするの？食べるときは柔らかい茎やつぼみを食べるんだけど、香りは控えめでニラやネギの香りが苦手な人でも食べることができるよ。味はニラよりも柔らかくて甘く、加熱することでさらに甘みが深まるから、スープやチャーハンに入れたりして食べられるんだ。今まで食べたことなかったから、ぜひ食べてみたいものだね。あなたに少しの雑学を。アリミリ雑学でした。